久保さん今回、真にしましょうか真、信じるの真に。いや、久保さんの最後のね、ビジネス、何やるかっていう、しびれましたね、宗教やりますっていうね、<laughs> いやこれね、ちょっとしびれたのがあって、昔ね、映画見たんですよ、でその映画のタイトル忘れたんですけど、なんかもう、焼け野原になって、もう、地球がもう、なんか壊れちゃってるんですよ、でその中でも人々が生きていて、で、ある、その、略奪している、その、 村があるんですよ。で、その、まあ、暴力でね、あの人をこう、やってると。で、ある旅、旅人がね、ある旅人が、まあ、その、本をね、持ってるんですよ。本。うん、で、その、世の中から本も全部、知識的財産も全部なくなっちゃって、その、暴力で、その、町を支配している人が、 本を探してたんですよ。ある一冊の本をね。で、この本さえあれば、あの、世の中は変えられるというか、すべて我が物にできるみたいな。で、たまたまその旅人がね、その村を通るときに、その、まあ、旅人が捕まってね、この本じゃねえかみたいな。で、その、奪うんですよ。その本をね。略奪して。うん。でね、そのオチがすごく面白かったんですけど、 よし、手に入れたっつってね。で、その本を開くんですよ。そしたら、なんと、展字だったっていうね <laughs>。展字。点しか書いてないですよね。読めないですよね。うわーみたいな。なんだこれはみたいな。じゃあ、その展字だった本は何なのかっていうと、聖書ですね <laughs>。聖書 <laughs>。聖書だったんですよ。 うん、多分ね、久保さんがその宗教やるっていう風に言った理由が僕すごく分かってあの、要は何を信じていいかわからないし、その希望がないし、光がないんですよ。だから宗教が必要なんですよね。うん、なんか、まあ、宗教というかなんだろうな。まあ、イエス・キリストだったらイエス様でしょ。 まあ仏教だら仏教、まあなんかお坊さんわかんないですけど、なんかそういうその、なんか光がないと生き,生きるのがきついんですよ。希望みたいなのがないとね、教えみたいなのがないと、うん、人々ってしんどいんですよね。で、これをもし、それがなくても生きていけるっていうことを言う人がいるんだったら、多分ね、 本屋さんも成り立たないし、人の話も何も聞かないんですよ。映画も必要ないし、うん、何も必要ないですよ。うんだからな何かそのすがりたかったりとか、何か信じたいとか、何かその、うん、希望がないとダメなんですよね。で、その戦時下の,その状況下、もう何も希望もない、焼け野原です。 その時に一番何が必要かっていうと、生きる力。生きる力っていうのを言うならば、信じる力ですよね。じゃあ何を信じればいいのかっていうのがわかんない。もう焼け野原だし分かんないですよね。だから、こういうふうに生きていきましょうっていう、うん、勇気を与える。だ勇気ですね。勇気を与えるっていうポジショニングですかね。だかこれはね、僕もネットビジネスこうずっとやってて、まあ、いろんなお客さんを対応してて思うのが、 まあ時代は流れてね、僕は17年やってるわけですよ。で17年やってきて、ネットのこの情報っていうのは、昔に比べると圧倒的に、圧倒的にフリーコンテンツでね、増えたわけですよ。で、しかもそのフリーコンテンツの質もめちゃくちゃいいわけですよ。しかも、大御所も YouTube やって、本物の情報あ、明らかに絶対本物の人が、本物のことを話してるわけですよ。っていう情報も無料で誰もかしこも見れるようになりました。 それでもね、成功できないんですよ。こうすごくないですか僕、すごいなと思うんですよ。もう歴史を知ってるんで、これだけ質のいい無料情報があるのになんでうまくいかないのと。話して。だ結果的にやっぱ、ノウハウとか知識は大事なんだけど、一番人間に大事なものっていうのは、まあ信じる勇気だったりとか、 やりりきる力だったりとか、まあ、結局そういう原始的なところが、まあ、結局必要不可欠なのかなっていうところがあってでなおかつ一人でそれを信じる勇気もないしやりきれる力もないしそういうのもほとんどの人がないからやっぱそういう,う人の話を聞きたいんですよ。うんで。僕もなんでビジネスができるかっていうとうーん。 そういう人たちに希望勇気を与えてるっていうのがすごく感じますね。うん。最近は露骨にそれは感じますね。ずっとこうやってきて思うことが。現場でずっとやってきて。めちゃくちゃ言われますもん。まあ僕は生きる証拠みたいになってるんで。うん。だから吉谷さんでもできるとかではなくて、 あんだけやってるんだっていう、まざまざと見せてるんで、あ、こんだけやってるなと。うん、っていうのを僕は見せてるので、まあそこがやっぱ、まあ僕の、うん、考えた通りになってますね。うん。いや、ま宗教をやるっていうのはね、久保さんやっぱキレキレですね。<laughs> キレキレですね。<laughs> 何のビジネスやるのかなた宗教やりますってね。 これはね、なかなか行き着いた人じゃないとその発想には行かないと思いますよ。うん。人々が、人々が本当に求めてるものって何なのかっていう、その真理ですよね。うん。そう。うん、うん。いや、すごいですね。ちょっとびっくりしましたね。うん。まあ僕も今宗教みたいな話ですけどね。吉谷教みたいな。吉谷信者もいるんですけど。 今も別に宗教みたいなことやってるんで。そう。だから、頑張ればできるよっていうのを勇気を与え続けてるっていうね。みんな頑張りきれないんですよ。そう。自分を信じれないからね。自分を信じれたら、できますよね。だって自分信じてんだから。でもほとんどの人が、どうせ俺には無理じゃないですか。9割9分はどうせ無理だ。一部の人でしょ。だから信じてないんですよ。自分、自分ができるってことを。 自分ができるってことを信じてれば、いや、俺もできるよね。なんだ、あいつもできたんだから俺もできる。あ、俺もできるよ。あ、俺もできる年賞100億余裕だぜ。みたいになるじゃないですか。ね、年賞1000億、孫正よし、余裕だぜ。何五5兆円あ俺100兆円ぐらい上げられるぜってなるじゃないですか。どうすか。なんないんですよ。そうはなんないんですよね。ほとんどの人が。うん。自分を疑ってるし、自分を信じれないし。 世の中も信じれないし、社会も信じれないし、世の中も信じれないし、政治家も信じれない。もう疑心暗鬼なんですよ。う。うん。なんかこの信じるっていうのはね、あの、僕が出した答えっていうのは、自分を信じれるような生き方をするってことですね。だからこれは簡単にテクニカル的なところを言うならば、言ったこととやってることをできるだけ一緒にするってことですね。言ったことと、 やるることをできるだけ一緒にするとだから今年2022年ももう3月入りましたしまあ今年の目標夢人生の目標夢とかみんな思ったり言ったりとか書いたりとかするじゃないですかでも結局そこ,そこに対して忘れてたり嘘ついたりいや今日やってなかったりとかするわけですようんだからまあ言ったこととやっ,たやってることをイコールにすれば、まあ、ある程度のものは僕は叶うかなと思いますし うん、まあ僕自身がそうだったし実際結果出てる人もまあやってるしね、うん、やらずして成功したっていう人は見たことないですね逆に周りにいます何も努力せず何もやらず何も挑戦せず今のままで成功しましたっていう人を知ってますかもし知ってるんだと教えてほしいんですけど <laughs> 何も努力しない何もやらない何も変わらない何も勉強しない何も行動しないそれでも成功しました 教えてください。その方法 <laughs> 宝くじ買わないのに宝くじで当てました。どうやってですかっていう <laughs>。宝くじすら買わないのに宝くじで当てましたっていう、その、その、その人いるんですか僕は知らないですね。うん、まあまあ、みんな自分すら疑うので、うん だからそれはやってみればいいんですよ。歌、なんだろうな。それは信じれるように、あ、やればできるんだなを積み上げることでしかないと思いますよ。やればできるんだなと。で、やれるまでややればできるんだなっていう。や、やれるまでやればできるんだなっていうところですね。それはもう久保さんもそうですよ。麻雀店の普通のおっさんだったけど、やれるまでやったからやれたんですよ。<laughs> ね、<laughs> そう。なんだろうな。うん。 例えば、久保さんね、一応、そうそうそう、ネットビジネス的に言うならば、久保さんでまだワードプレスとかも作,作れないと思うんですよ。てか、作ろうともしないと思いますけど。でも、ワードプレス作れなくても1億円じゃないですか。だから、なんだろうな、やれることを、うん、やれることですら、やりきるとやれるっていう、っていうのもある,あるだろうしね。 うん、僕からすると、まあ、ワードプレスは作れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、別に、僕はそう思うだけであって、別にそれが作れなくても、実際にね、僕の熟成さんでも、一番最初300万稼いだ人も、うん、それサイトも全く作れないですよ。で、それでも300万ですからね。まあ、YouTube の動画の限定リンクを送って終了です。うん。そう。うん。だやれることもやってないっていうのもありますよね。うん。 でもやれることをやりまくるとやれなく、こともやれるようになったりするし。うん。だから手持ちのカードを使いまくると、手持ちのカードと手持ちのカードを組み合わせて X のカードを作れたりとか、なんか手持ちのカードを使いまくってると敵に勝っちゃって、なんかね、新しいカードをもらえるとかね。まあ、将棋とかだったら、こう、駒を取れるじゃないですか。 で、その駒取れるし、将棋だとね、駒取れるし、その駒使えるんで、敵の駒をね。うん。でも、将棋って、一番最初は自分の駒しかないんですよね。でも、その自分の駒を使って動かしていって、で、相手の歩を取るとかね、相手の飛者を取るとか、角を取る、馬を取る、槍を取るとかね。まあ、そうすると自分の駒になるんで。でもさ、一番最初は自分の駒しかないんですよね。まあ、手持ちのカードっていうか、手持ちの駒しかないんですよ。最初から何もないんですよね。 うんだからまあ信じれる自分を信じれるように今日いろいろやってみるってことじゃないですかうんでそれをしてないから信じれないんじゃないかなと思いますね僕は少なくとも過去の経験今今も現行でもそうですけどやればできるっていうまあやってもダメな時もありますよだけど うん、やってできたなっていうのを積み上げていくとやればできるんだなっていうのが分かってくるので身をもってねしかもそれを身をもってお客さんの成功プロセスも見てるのでこうやれば絶対いけるやんっていうように思えるようになるんですよそれは根拠を積み上げてきたからですよねいろいろな根拠うん多くの人はねよくそのね 稼げますかっていう質問が来るのっていうのは結局その根拠がないからじゃないですか根拠が欲しい証拠が欲しいわけですよね、うん、じゃあ根拠作ればいいじゃないですか自分で今日いくら稼いだんですかみたいな今日商品作ったんですか商品を作ったという根拠自分の証拠を作ればいいだろうし今日集客をしたっていう根拠集客をあの証拠を作ればいいだろうしでもそれをやってないからだと思うんですよね単純に うん、それを積み上げてきたら、まあ、全部は無理かもしれないけれども、ある程度のものはできるようになるよ、手に入るよっていう話ですね、うん。だから、真っていうのは、本当の真っていうのは、信じることじゃなくて、信じれるような行動をする。その行動から信じれるっていう感じですかね。 何もしてないのに信じるみたいなね。何もしてないけど、とにかく信じれば幸せになれるみたいなね。僕はそういうのは好きじゃないんですけど。まあそういうのもあるかもしれないですよね。イエス・キリスト様を信じてさえすれば、イエス・キリスト様を崇拝してれば幸せになれる。っていう思考は僕はあんまり好きじゃないんですよ。うん。う自ら自分でやって、 しっかり根拠、証拠、結果を出して、そこに対して信じていくってことですね。今日できなかったことが、明日できるようになった。その、それを信じるってことですね。できなかったことができるようになってきた、そのプロセスを信じる。この日本語も喋れるっていうのもね、まあ今、普通にみんな喋ってると思いますけど、まあそのプロセスも、ね、ヤマ君くんもそうだと思うんですけど、いきなりなんかペラペラ喋れないでしょ 親父親父ちょっと酒持ってきてみたいな、い言ったらビビびびりますよね。いきなり。親父一緒に酒飲もうぜ、みたいな。えみたいな。しかも、それは、ね、や <laughs> なんか、これは、神の子か、みたいなね。親父酒持ってこい、みたいなね。いきなり言い出したらビ、ね、ビりますよね。それも順番じゃないですか。喋るっていうこともね。ブーブーとかね。車とかね。 車を覚えるのですら、何回か、その、いろいろやったりとかしたと思いますし。うん。だから、本当に稼げますかっていうね、いう問いは、本当に喋れますかっていう問いとも、プロセス自体は一緒かなと思うんですよね。本当に稼げますか。いや、本当に日本語喋れますかと。日本語が喋れる人にね、本当に日本語喋れますかと。 で、それを質問された時に、あなたはどう答えます自分日本語喋れますこうやってね。で、で本当に日本語喋れるんですかっていうふうに聞かれたらど、どうしますなんて答えますか <laughs> なんて答えます一部の人しか日本語喋れないんですか一部の人しか英語喋れないんですか一部の人しか、何、ロシア語喋れないんですか 一部の人しかウクライナ語しゃべれないですか一部の人っすかそうじゃないと僕は思うんですけどいかがですかね。<laughs> うん、かある一定はまあやればね別に喋れるようになるだろうし手に入るだろうしただそのある一定をやっていないっていうねただそれだけただそれだけに過ぎないっていう。うん 信じれない理由は信じれるような行動をしていないということですね。信じれない理由、それは信じれるような行動をしていないと。信じれるような結果を出していない。信じれるような変化をしていないと。うん。ただそれだけかなと思いますい、ね、ってらっしゃい。